こんにちは。特別定額給付金の第2弾の話なんですけども、繰り返しますけども、これはね、確定ですよ、確実ですよって話をしてるわけではありません。私の方に2つの方向から同時に一報が入ったんで、お、これはちょっと知らせるだけ知らせとこうかなと思ってお話ししておりますの続編です。例えばね、1つの方向はどっから入ったかっていうと、私の YouTube のコメント欄に書いてあったって話したじゃないですか。それがこれなんですよ。これ書いてるでしょ、上の方を見てください。定額給付金は2月が濃厚ですって書いてるんですよ。濃厚って書いてるだけなんで 100% 確実ってことじゃないですからね。濃厚だよっていうことです。この方の判断でそういうふうに感じたんでしょう。そして、時間をちょっと置いてですね、追加でコメントがあったのがこれなんですよ。定額給付金第2弾決定らしいです、詳しいことはまたということなんで、詳細は知らせておりませんけども、まあ決定をしたということなんですよね。でもこの決定覆ることはありますんでね、まあ、ですので、ちょっとね、不誠実にさせてもらってますけども、そうならなくても、この方を責めないでくださいね。デマだとか言わないでくださいね。今の時点で最大限分かる情報として、こういうものがありましたよ。もちろん違う意見もあると思います。私もね、もう、つい最近まで、今日までね、定額給付金第2弾は、どこにも予算組まれてませんよってずっと言ってたでしょ。だから私が一番おかしいと思ってるわけなんですよ。おかしいと思ってるんだけども、こういう提言があった後、コメントがあった後、私の方もね、ちょっと与党関係者の人から、メール開けるとちょっとね、連絡が入ってたんですよ。それはちょっとね、個人が特定されちゃいけないんでお知らせできませんけども、前回対談した方ではありません。前回対談した公明党の方ではありません。それだけははっきり言えるんですけども、そうじゃないところからちょっとね、また連絡が入ったんで、これは変な話でもないんじゃないかなと思ってます。ただですね、確実じゃありませんからね。だからそこだけは繰り返し申し上げておきます。だからぬか喜びにならないように、それは私がぬか喜びをさせてるんじゃなくて、全部真に受けて、じゃあ定額金第2弾が来るから、じゃあそれを当てにして、支払いの予定を組もうかなと思っちゃうと、これは大変なことになるんで、水物だと思っておいてくださいね、これはね。ただちょっと知った以上はお知らせしとかないといけないかなと思ったんで、お知らせしたぐらいのものでございます。ちょっとくどくどと説明になりましたけどもね、まあちょっとだけこう心の中にほのかに明かりが灯ったなぐらいに思っておいてください。ちょっとしたことでこれ消えちゃいますんでね。じゃあ、川原浩二さんも言われてましたけども、まあ、官邸の方の、ね、メールとかね、それから自民党とか公明党とか野党の方でもいいんで、ぜひね、直接お会いできる方はお会いして、もうちょっと強くね、国民生活支援の方を強くプッシュしてください。国民の声が届かない以上は何も動いてくれません。で、現状国民の困ったっていう声はほとんど届いてないですよ。ほとんどですよ。だからね、自分一人でやった気になっちゃダメなんですよ。もっともっと多くの人の声を上げさせていかないと、とてもじゃないけど今の人数では超少数派です。生活に困ってますよっていう、もう死にそうですよって人はすごい少数派なんですよ。これは無視されちゃいますから、こんなことでは。まあ、ですんでね、強く訴えかけていきましょう。私みたいに YouTube をやるとまで言いません。でもできる人はやってください、 YouTube でね、で、Twitter できる人は Twitter やるとか、私たちにできるのはネットでなんか声を上げるかね。効果は薄いと思いますけども、ネットで声を上げるプラス、やっぱりね、与党とか野党とか国会議員の方に会わないとダメですよ。これ会いに行かないと。そして声を届ければ、その声っていうのは国政に反映されます。まあ、全部が全部叶うわけじゃないですけどね、こんな声が届いてますっていうふうに考えてくれるんですよ。そこはちょっとやっていきましょう、ね、その手間を惜しんで国は何もやってくれないっていうのはちょっと言えないと思うんでね、誰でもできると思いますんで、自民党の事務所行ったりとか野党の事務所行ったりするのはできると思いますんで、やっていきましょう。じゃあ失礼します。